今年の春闘だというふうに思います。そしてもう一つ、さっき脱線の方からありましたけど、本当にね、目の前に迫っている戦争、要するに中国でエジプトで世界中で本当にさ、自分の職場から立ち上がっている労働者の前にミサイルを撃ち込ませようとしている資本家ども、これを許していいのか、絶対に許しちゃいけないってことじゃないですか。だからこそここに集まった全ての青年が今こそ反戦闘争に立ち上がろうということです。さっきも定期がありましたが、だからこそ3月20日のね、あの渋谷デモに本当に規制引く内中が生きられない、首を切られてどうしたらいいんだ、ふざけるんじゃない、こういう怒りと戦争なんか絶対に許さないんだというこの怒りを持って3月20日渋谷をデモで埋め尽くしましょう。世界中の労働者が言うように、渋谷を私たちはダハリール広場にしようじゃないですか。そして自らの職場をダハリール広場にしましょう。そしてさらに、もう一つ反戦闘争といえば、この本番は5月の沖縄です。ここに集まった全ての仲間は沖縄の地にね、たくさんの戦う青年部の旗を持って合流しましょう。そしてエジプトや世界中で戦っている青年の仲間と共に、本当にもう会社のみならずね、社会をも変えるために戦いましょうということで、今日のまとめとしたいと思います。ありがとうございました。